はい、はい、ということで続いての選手はこちらです、うん、ガンバ大阪堂安律選手です。おー、堂安律、かっこいいね。堂安律、はい、堂安選手は2015年の6月の、鹿島アントラーズ戦での途中出場で、うん、クラブ史上最年少となる16歳11ヶ月18日で J リーグデビューを果たした逸材とのこと。16歳でやばいですね。やばいね。やばいですよ。高1高2ぐらい、そのぐらいですかね。うーわー、かなり才能があるんですか。よくさ、だから自分がさ、この16歳の時バッとこう J リーグ J1 の、はい、出たって思ったらさ、え、すごいですよね。すごい、何もできないと思う、緊張と。そうですよね。ね、緊張でしかないですよね。周りはだって年上がいっぱいってことですもんね、うん、でもさ、その16歳出たことによってこっからも自信につながっていくから、はいはいはい、16歳で1回出てるってことでもう俺はもう何も怖いもんないっていうふうになれるからさ。そうですね、無敵な感じで。そうそうそう、いいね、こっからどんどん伸びていくと思うよ。なるほど、うん、そしてなんとイギリスの大手新聞社ガーディアンの1998年生まれの将来有望な 50人の選手に選出されているそうです。世界での、世界ですよね。50人、しかもイギリスの方が見つけてくれるっていうのも相当ですよ、ね、すごいね。すごい、世界からもだって注目されてるってことよ。いやすごいですね。かっこいい。だって俺なんか世界100億位ぐらいにも入んないと思う。そんな、いや、そんなことないかもしれない。50人に入ってる。いや、世界の50人はすごいですね。すげえよ。すごい。その年代でよ。はい。すごいな。まあ、ガーディアンの記事では、日本サッカー界の新たな時代の象徴ということで、左利きのこの選手はスピード、高度なドリブル技術、驚くべきフィジカルの強さを持っている。強いんだ、ほいで。高く評価されているそうです。もう大絶賛じゃん、これ。いやー、すごいですね。スピードある選手にフィジカル、スピードリブルもできて、そして技術ある、最強よ。すごいですね。あ、やっぱりなんか全部が揃ってるっていうのは珍しい。いや、珍しい。やっぱり一個伸ばしちゃうから、やっぱ足早かったら足早いのわーってやるとか、はいはい、あとヘディング強かったらヘディング強いだけとか、はい、そういう風にな育ってっちゃうのよ。つまり昔はね、俺らの時代はね、はい、今はもうまんべんなくちゃんとね。そうですね、すごいですよね、全部ができる。すごいわ、それが一流ってすごいことよ。じゃあ小中さんは何が一番できるんですか。ヘディングとか。俺はね、走るとか。俺は結構ファールが多くて。ファールダメじゃないですか。そう、ファールだったら相当、はい、ダメだ。そんなっていう、ね、即退場じゃないですか。ファールも大事な場面ってあるから、やっぱり。あ、そうなんですか、うん、カウンターバーって食らうときにイエロー出されないぐらいのファールとか。あ、加減があるわけですか。そう、加減ある。レッド出されないぐらい。そのギリギリを。そう、ギリギリ。で、本当にペナルティエリアの中、はい、中ではもう本当にファールしないとか、ね、外ではもうパシーン行くとか、いろいろある。うん、俺はファールが得意だった。ファールが得意な選手っていらっしゃるんですかね。いるよ、いるよ、結構。なるほど、いるんですね。津波選手とかなんかやっぱファールね、ファールが得意なイメージだな。熱い感じね。熱い感じ。あ、まあ、ということで、まあ、今大会も活躍が楽しみ、ね、楽しみだね。こんだけ若手のいい選手がいるんだから、眠ってるわけよ、まだ。そうですね。あ、楽しみです、本当に。楽しみだね、はい、ということで最後の選手はこちらです。柏レイソルアンダー18の中村俊太選手です。イエーイ、レイソル、いいね、これ坊主で。あ、本当だ、すごい少年。いいよ、俺好きよ、こういうタイプ。はい、秋田商業みたいな。秋田商業、果実みたいなね、国見とか感じの。はい、こちらの中村選手もイギリスの大手新聞社ガーディアンで紹介されてるらしくて、1999年生まれの将来有望な50人の選手。すごいじゃん、ちゃんとね、プレーで選んでくれてる、ね、顔で選んでないっていうのがちゃんと分かる。かわいそう。素晴らしい。いや、いい顔してるけども、なんかこう田舎の感じの顔じゃない。少年っぽい顔ですね。そうそう、親しみやすい顔してるじゃん。あ、確かに。素晴らしいよ。どういう選手なのこれは。中村選手は身長170センチと小柄なエリア内での得点感覚に優れており、うん、ダイレクトプレーでゴールを奪うのが得意な、生き枠、あ、じゃない、生粋のストライクがあるね。生き枠ってそのままちょっと読んでたんですけど、うん、はい、リトルロナウドの異名を持っている。おお、ちょっと雰囲気あるね。リトルロナウド、ロナウドっぽいというか。ロナウド、知らない。ブラジルのさ、ロナウジーニョ、ロナウジーニョじゃなく、このあのあれ、ゴロちゃん、
第五郎カットのロナウジーニョじゃない。ロナウジーニョはまた違うじゃん。それは歯茎のでも そっちのイメージがすごいロナウドって感じなんですけど。じゃあロナウド知らないか。はい、いやブラジルのさ、超有名選手よ。だからもう怪物って呼ばれた。怪物なんですね。ブワー突進するさ、レアルにもいてさ、知らない。勉強しないと。これ勉強します。そう、本当この収録のおかげで本当サッカーが好きになる。好きになるでしょ。はい、いろいろ調べますね。本当にタモリさんみたいなもんよ。だから言ったら芸能界で言ったらね、タモリさん。それはそうよ。それ知ってなきゃおかしいですね。知ってなきゃおかしいのよ。やばいですね、これは。やばいです。ちゃんと勉強します。どういうことよ。どういう選手これで。はい、ということで、この中村選手も高い得点能力を発揮してまして、2011年に開催された全日本少年サッカー大会では31年ぶりに大会記録を塗り替える23得点を上げて得点王に輝いたそうなんですよ。8試合で23得点してる。やばいですね。8試合で。じゃあ5分でもシュート入れるぐらいですかね。うん、そうよ。でサッカーって1点の重みって結構ありますよね。体験だからね。1対1の同点とかよくあるのに23点入れちゃうってことですか。だから飛び抜けてたわけよ。少年さ、小学校の時とかも飛び抜けた選手と全員ドリブル抜いて、はい、ゴール決めたりするから。でも全国大会での全日本ですからね。全国大会のレベル高いところで23得点ってすごいよ。すごいですね。すごいね。いやでもこういった選手たちでも簡単に勝ち抜けないのが世界のサッカーじゃないですか、ね、やっぱり、まあ、A 代表もそうですけど、うん、アジアのレベルね、はい、もうどんどん上がってきてるからね。そうみたいですよね。強いのよ他も本当に。 そこ勝たなくちゃいけないんだから。だからこういう選手がね、はい、どん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 修行して。そうですよね。自信持ってプレーして、うん、どんどん勝ち抜いてって。そう、海外から引っ張られたらもう行っていいと思う俺は。行っちゃって。そう、行ってさ、あっちで有名になってさ、あと戻ってくればいいんだから。そうそう、日本にこだわる必要は俺はないと思うよ。、うん、はい、ということで、ちなみに尾形さんは高校時代は仙台育英というチームで活躍されていたということなんですけど、はいはいはい、周りにこういったアンダー世代の代表に選ばれた選手はいますか。いたね。あ、いたんです。言ったら僕が高校育英高校の時に東北高校というよく決勝で絶対東北高校と試合してて、はい、なんかの県大会の決勝は絶対この2つだったんだけど、はい、そこに平間っていうね、平間智和っていうね、多分知らないかな、はい、もうすぐ高校卒業してマリノス行って、マリノスですぐ出てた選手、ね、そいつとやっぱもうちょっとレベル違かったね。俺マンツーだったのよ。そいつがトップ下で、はい、俺がボランチだったから、はい、もう相当俺ファールしてんだけど。そファールはしないでくださいよ。やっぱりね、その気持ちも強いわけよ、はい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 、やっぱりそいつはその高校からそのユース代表とかに入った選手だから、はい、それまではもうずっと雑草魂でやってきてるわけよ。小学校から選抜チームとかで一緒だったから、そいつは。そうなんですか。やっぱ高校でビーン伸びてるから、もう気持ちも雑草の気持ちもあるから、はい、なんだこの野郎ってなるわけよ。へえ。そうそう、昔からこうさ、雑草じゃないやつってさ、もうバーンファールされたらもうシュンとなっちゃう選手が多いの、はいはいはい、うまい選手って結構そうなんだけど、はいはい、でもそいつはね、やっぱもう何でもやるのっていう選手で、逆に燃えるわけです。そう、それでやっぱ結局 J 行って J でも活躍してたしね。はい、あとやっぱ高校サッカー、やっぱり俺らの時は習志野高校が強くて。ああ、私も聞いたことあります。そうでしょ、習志野、広山とかいたのよ、はいはい、広山、福田、ミクリアとか。ミクリア、はい、もう全員知らないでしょ。全員、はい、ね、いや、はい、俺らの年代すごかった。広山なんてもうやばかったですか。止められないんだから、早すぎて。ああ、もう見えないんだよね。そう、あんなおかっぱみたいなさ、こういう髪型してさ、サイドに張ってんだけどさ、はい、もうスペース出されたらもう止めらんないから、チンチンにされた覚えあるわ。だからやっぱユース代表とか、やっぱ年代の代表入ってるやつってやっぱすげえんだなって肌で感じましたね、その時は。いいですね、いい経験じゃないですか。うん、いい経験。いいの、本当レベル違かったね。まあ、ということで、うん、番組をご覧の皆さんもこれから日本のサッカーを担う選手たちの戦いをぜひ応援しましょう、うん、ということで、以上、サッカー間違えました、うん、以上、ワールドサッカートピックでした。イエーイ F ちゃん TV。 さあ、ということで、もうお別れの時間なんですけど。いや、終わりなの早いね。すごくあっという間に感じました、私も。もう1分ぐらいしかやってないでしょ、これまだ。
まだ全然喋りたいこといっぱいあるよ俺。私もなんかすごく聞きたいです、いろんな。そうでしょ、はい、だから興味持ってくれてるわけですから。そうですね、本当に。いや嬉しいです。なんかちょっとでも好きになった、サッカー。なりました。なった。はい、なんかテレビで試合やったらもう見ようかなって。おー、よかったよかったよかった。これは、うん、やっぱサッカーなんか面白いですね。 いろんな選手がいて、で MC も良かったよ。いやすごい。本当ですか。いい感じでこうハンドルというかボランチのね、うん、このちゃんと俺をさこういい感じでこうまとめてて、優しいです。素晴らしいボランチになれるよ。ありがとうございます。いや尾形さんも優しくて良かった。いやいやいや、ありがとうございます。はい、うん、はい、ということで今日は楽しい時間本当にありがとうございました。ありがとうございました。うん、ということでまた来週も見てください。バイバイ。サンキュー。サンキュー。サンキュー。